皆さんこんばんは。9時過ぎました。作家でヨガ講師のカコです。今日も次長の朗読、自分の子供をニートにさせない方法、宝島社発行、森本和子著です。早いもんでね、この本の出筆して15年前の出版になります。来年はなんとかね、本出せるように頑張って書いていきます。はい、では続きを読んでいきます。学校としてニート対策はどうしているかという、コーナーパートを取材して書いています。そして自分の手で雑巾を縫い、その雑巾を使って掃除をするというところを昨日読みました。お弁当に込められた労力や願いを知る。長岡市立包ヶ丘中学校では、市内でも有数の工場地域を学区に持っているため、両親が共働きという家庭が多いのです。そのためか、部活動などで昼食を必要としたとき、お金を渡されてコンビニエンスストアなどで既成のお弁当を買って持ってきたりすることが抵抗なく習慣化されています。生徒の中には既成の弁当の方が格好がいいという理由で手作り弁当が用意されていても、あえて弁当を買う姿が見受けられます。ちょっとこれショックですよね、親としてはね。中学生の成長を考えるとき、弁当を一つの例としてどのようなスタイルがいいか考え、今まで深く考えることなく手に入っていた弁当を通して、自分の手に入るまでにはどのような労力や願いが込められているかを考えさせる授業をしています。おばあちゃんが早起きしてお弁当を作ってくれましたが、見栄えがいいものではありませんでした。それで生徒 A はおばあちゃんが作ってくれた弁当を川に捨ててしまい、コンビニエンスストアで弁当を買いましたという事例をもとに、生徒たちがディスカッションをしました。お弁当には親もしくはそれを作る人の愛情が入っているのです。お金で買えないものもあるのです。またコンビニエンスストアの弁当を買うにしても、親が働いたお金で買っているということを忘れてはなりません。働かなくてはコンビニエンスストアのお弁当も買えないんです。そう、お金はね、お金があれば幸せではありません。でもお金がなければ最低限の生活もできないんですね。コンビニエンスの弁当を買うでも、親が働いたお金があるから買えるわけです。そう、万引きもいけませんよ。お店にね、損害を与えます。お店の方も生活がかかっていますので、人のものを盗むというのはいけません。はい。そしてね、この見栄えが悪いから捨ててしまったっていう子供の気持ちも私分かりますね。絶対してはいけないことなんですけれども、やはりね、キャラ弁なんかが今流行ってたりとか、かわいいお弁当ね、見栄えのいいお弁当がみんな持ってくると、ちょっとね、ドカーンとしたお弁当、真っ黒なお弁当、肉や魚だけがご飯の上にボーンと置いてあったり、海苔弁に鮭だけだったりとかね、そういうお弁当だとなんとなく見栄えが悪くてね、まずくはないですよ、美味しいですけど、ちょっと隠して食べたいような綺麗なお弁当ばっかりだとね、そういう気持ちになってしまうのも分かります。でも捨てるのはよくありません。おばあちゃんが朝早く起きてね、作ってくれたというその気持ちをね、踏みつけにすることになりますから、それは良くないですね。だから周りの生徒の方もですね、人のお弁当を揶揄するのはやめましょうね。で、私も中学生の時は給食がなかったんですね。お弁当だったんです。で、やはり昔の母親ですから、可愛い綺麗なお弁当じゃないんです。で、周りの人たちは割と綺麗なお弁当だったので、なんとなく私もこの栄養満点なんですけど、焼き魚が一匹ボーンと入ってたりとかね、ちょっとなんか恥ずかしいなっていう思いをしたことがあります。でも捨てたことはありませんよ。そういうことがあったので、このね、捨ててしまったっていう、当時はコンビニなんかそんななかったと思いますからね、お弁当もそうそう買えなかったと思うんですけど、そういう思いがあります。で、その時に私はあることに気がつきまして、同級生の男の子で堀くんっていう名前だったと思うんですけれども、その子がね、結構綺麗なね、綺麗に卵焼きがあったり、なんか赤いものがあったり、グリーンのものがあったりっていう彩りいい弁当を持ってきてたんですね。
そして何に驚いたかっていうと、その時はね、中2だったかな、自分で朝起きてお弁当を作ってたんです。それを聞いてちょっとびっくりしてね、すごいなって。その子が決して勉強ができる子じゃないんですけど、気持ちは優しい子でしたね。でクラスでも目立つ子ではなかったんですけど、そのお弁当を見て自分で作ってるって聞いてから、もう本当にその子を見る目が、私の見る目が変わりました。もう尊敬ですね。でなんで自分で作ってるのって聞いたら、お母さんが病気で体が弱くて朝寝てるそうなんですね。だから自分でお弁当も作って、なんか弟妹の世話もしてるって聞いて、もう本当に尊敬です。だからもしかしたら勉強する時間がなかったのかもしれませんけどね、すごいなと思いました。だから自分でお弁当を作ってみるっていうのはすごくいいかなと思います。はい、それでは、自分の命が多くの人の願いや愛情によって育まれてきたことを知る。筋ジストロフィーの遺伝子を持つ病弱な母親が、お医者さんからもし出産すればあなたの命に関わるかもしれないと言われたにもかかわらず、自分の命をかけて出産したビデオを生徒に見せました。実際の出産シーンでは涙を流す子もいました。お母さんがあんなに苦しんで自分たちを産んでくれたんだ、お母さんの思いを感じた、自分の命よりも赤ちゃんを産むことを選んで、そのお母さんは幸せだったと思います。自分の命よりも大事なものがあることに気づいた。といった感想が生徒の間から出てきました。生徒たちは自分の生まれた時の親の願いや、苦しみや不安、喜びについて考えたことのない子がほとんどです。日常的には不足や不満ばかりに敏感に反応する子さえいます。このビデオを通して、自分の命が多くの人の願いや、親の愛情によって育まれてきたことに気づき、限りある命のかけがえのなさや、自分自身を大切にし、前向きに生きていくことの大切さを訴える授業をしました。このように余分な命など何一つないのです。みんなそれぞれ生きる意味、使命を持って生まれてくるのです。自分の命は自分自身のものですが、親はじめとする多くの人たちに大切にされて育まれてきたものです。そのことに感謝をするとともに、自分自身を大切にする生き方をしていくべきではないでしょうか。あなたの命は決してあなた一人のものではありません。もちろんね、ご自分のものですけれども、でもその命を産んでくれた、作ってくれたお父さんお母さんがいます。そしてあなたを陰で支えて見守ってくれている人もいます。だから自分を大切にしていきましょう。なのでどんなに苦しくても悩みがあっても、自殺だけは絶対にいけません。誰かね、信頼する人を作りましょう。たった一人でいいです。親にはなかなかね、親に相談できればいいんですけど、親になかなか、子供って自分のプライドがありますから言えませんよね。なので近所でもいいし、まあ本当にいい先生に出会えたら、それはとても幸せなことですよね。たった一人自分を愛して信用してくれる方ね、見つけていきましょう。信頼できる方を見つけて、その方に悩みがあったら打ち明けていきましょう。そしてもし若い人ね、多分今見ると聞いていないようですが、もし若い人がこのライブを聞くことがあればね、絶対に自殺だけはやめてください、ね、大切な命です。では自分自身を大切にする生き方とは何でしょう。自分のやりたいことがわからない、やりがいのある仕事しかしたくないという人が多いようですが、やりがいは今自分がいるその場所で見つけ出すものだと思います。たとえお茶組み一つにしても、お湯の温度によって微妙に味わいが異なりますね。番茶の温度は高いんですよ。で、なんだっけ、ほうじ茶じゃなくて、おいしいお茶、今名前が忘れました、ど忘れです。お茶によってね、お茶の種類によって温度も変わってきますね。思い出しました、玉露です。玉露は温度が低いですよ。入れるお茶のお湯の温度ね、どの、茶葉にはどれぐらいのお湯の温度が適切か、急須に直接お湯を入れないで一旦湯飲みに入れてから急須にお湯を入れ、再び湯飲みに注ぐ方がお茶が美味しく入れます。
また湯飲みを人に差し出すとき、ブスッとしているよりも笑顔で差し出された方が誰でも気分がいいのです。今自分がいるその場所でほんの少しの努力を積み重ねて自分らしく生きる方法を見つけてほしいものです。はい、今日の朗読はここで終わりです。早いもんですね。こんな厚みのある本でも今日で朗読、私の、執筆箇所は終わりです。やっぱり自分らしく生きる、自分を大切に生きるということがすごく大事ですね。じゃあ本当に自分を大切にするってどういうことなのかなって考えると、自分のやりたいことがもちろんできるのが一番いいですね。でも今いる場所で一生懸命とりあえずやってみましょう。でそれでもね、この場所は自分に向かないと思ったら次の場所を目指しましょう。いろんな若いうちはね、いろんなことにチャレンジしてもいいと思います。失敗してもいいです。でも好きなことが見つかったら辛くてもそんなに辛くないんですね。私もそんなに有名じゃない作家でございますけれども、作家を志した時にもう10年間同人誌などや、その創作教室などに行きつつ勉強してきました。そしてやっと平成6年、10年経って、金の星社、改正社、ポプラ社とちょうど同時期ぐらいに3冊ね、短編アンソロジーと言いますけど短編集を出すことができました。でそれまではやっぱり10年間ね、本当に必死で書いてきましたよ。子供2人育てながらでしたから、子供が小さい時はね、子供が寝てから要するに睡眠不足にはなりますけれども、もう本当にある時はね、一晩徹夜で50枚物語が降りてきて、もう一気に殴り書きじゃないですけど一気に50枚書いて一作仕上げました。でもね、だからと言ってすぐに活字になるわけではありません。活字になってない作品がいっぱいありますね。そうやっていろんなアイデアを浮かべながら ある時降りてくるというのは、常に何を書こう、どんな物語を作り出そうって常に考えてアンテナを張っているので、ある時降りてくるんですね。そして読書もやっぱりボキャブラリーや表現力を作るには読書がすごく必要です。しっかりとね、その時は年間100冊必死で読んでましたよ。もう今はね、子供が成長しちゃったので時間たっぷりありますけど、子育て中は本当に必死な中でよく今思うと頑張ったなと思いますね。著書26冊のうちほとんど子育て中に書いたものなんですね。この4年本は出してないので来年頑張りたいと思いますけれども、どんな道でもどんなことを志してもやっぱり努力が必要なんですね。10年間ね、でも楽しかったですね。苦しくないです。多分だから好きなことをやれると、好きなことに対する努力は辛くないんですね。逆に楽しいです。そしてある時もね、何度も言ってるかもしれないけど、2011年東北大震災があって、趣味でやっていたヨガ講師になろうと思い立ってしまって、ライターでね稼いでいたのにそれもやめてしまって、ヨガ講師になってしまったわけですけど、でも、もう楽しくて、もう9年目になってしまいましたけど、本当にヨガ講師になって5年間ぐらいね、3年前まで休みなしで毎日レッスン、1日3レッスンぐらいやってました。全然苦にならなくて、楽しくてっていう感じでしたね。で、3年前にお休み作ったのは、やっぱり将来を考えた時に自分に充電する時間ってすごく必要で、休むってことは体調管理だとか、ヨガで体調管理できるんですけど、でも全く何もしない日ってね必要なんですね。ということで、はい、今日の朗読ライブ終わりにします。ご視聴いただきました皆様本当にありがとうございます。明日から何やろうかなって今考えてますね。ヨガレッスンやるかもしれないし、呼吸法瞑想やるかもしれません。呼吸法瞑想、心をねすごくストレスフリーにしていきます。また集中力もアップします。そしてクリエイティブな才能もね開花すると言われている瞑想なんですけど、私まだね降りてこないよねって思いますね。3年以内にいい作品を書きたいですね。
そう、あの作家としては自分が死んでも読み継がれていくような作品を書きたいなって思います。今あの